和歌山県すさみ町、のどかな田舎町に江住小学校はあります。教室には女の子が一人、3年生の山形明ちゃん、9歳です。明ちゃんはこの学校唯一の児童です。明ちゃんの一日は学校で代々続く朝マラソンから始まります。いいよ、そのペース。一緒に走る友達はいませんが、担任の武藤先生がその代わりを務めます。トップ27。 What's your name? I'm Akira. Hi, very good. Do you have a toy? 答えは Yeah. そう。毎日マンツーマン授業です。江住小学校には武藤先生や学校長、英語のジョー先生がいて、一緒に遊び学びながらアキラちゃんを支えています。給食の時間、毎日の準備はもう慣れたものです。先生たちと給食を食べた後はお待ちかねの昼休み。一緒に遊ぶ友達はいませんが、かくれんぼをしたりして楽しく過ごしています。明治6年に開校した江住小学校、多い時には350人近い児童が在籍しましたが、少子化などの影響でここ数年は全校児童が30人に満たない時期が続きました。明ちゃんにも3人の同級生がいましたが、校区外入学が認められてから人数の多い町内のすさみ小学校に転校していき、2年前には明ちゃん一人となり、閉校が決まりました。学校長は一人学校の難しさをこう振り返ります。子どもの学力とか持ってる力を伸ばすっていうことはこの学校でできると思うんですが、できないことは社会性、コミュニケーション能力とか、同じ年代の子どもとの、触れ合いとか活動がない分、その社会性を高める、それをどうやっていくかっていうことが一番課題でした。その課題を解消するため、明ちゃんはすさみ小学校で交流学習をしています。移動中は武藤先生と2人でいろんな話をします。武藤先生は翔先生のことどう思ってる？どう思ってて、どういうこと？いい人だなって思ってる。で、ここだけの話だけど、好き。4月からすさみ小学校に転入するあきらちゃんが溶け込みやすいよう、週に2回授業に参加していて、友達もできました。あきらちゃんがクラスに入ると思うんだけど、それについてどう思いますか？嬉しい。どの辺が嬉しい？友達増えて喋れる人も多くなるから、仲良く多分できると思う。交流学習を終えて家に帰ってきたあきらちゃん、今は両親と3人で暮らしています。しょっちゅう見舞いしてどうすんねだってしょっちゅう見舞い、しょっちゅうじゃない、しょっちゅう見舞い行かない。母親の直美さんは卒業まで江住小学校に通わせたかったといいます。
その理由は津波に対する恐怖心がどうしてもすさみ小学校の海抜が低いっていう理由が一番にあるんですね。保育所全体でもまあ7人とかそんな中でしか生活したことがなかったんで、逆に大人数に対する体制がなかった。私らはその安全面で、アキラはその人が多いっていうところに対するストレスがあったんで、まあ、そこが合致した感じですね。今後については心配っていうよりはどう変わっていくかが楽しみですね。閉校まで残り2週間あきらちゃんがエスミ小学校を去る日が近づいていました。この日、学校では最後の保護者参観が行われました。私が自慢したのは音楽室です。日頃の成果をお母さんに発表します。人前で喋るのが苦手やったから、参観とかもちゃんと挨拶ができなかったりとかもあったけど、今日はちゃんとできてたし読めてたし、もう満足です。すごい成長を感じました。そして終了証書授与。第3学年終了。女子1名計1名代表山形明。第3学年の課程を終了したことを称します。おめでとう。迎えた終了の日、まだ実感が湧かない様子のあきらちゃんでしたが、先生たちにはどういうふうに守ってますか？もううるさい先生とさようならできて嬉しいと思ってます。そんなわけね。ああ、じゃあ寂しいと思ってくれてるんですか？ああ、やっぱり寂しいようです。あきらちゃん、さよなら。ついにエスミ小学校から子どもの姿がなくなりました。2日後、校舎は卒業生や地元の人でにぎわっていました。同級生。40年、50年、50年前。寂しいものがもう募るけど、まあ、時代の流れで仕方ないかなと思って。私は6年間ぐらい勤めたので、で結構働き始めの学校で、すごい思い出もいっぱいあるので、やっぱりちょっと寂しいなっていう気持ちはありますね。閉校するにあたって式典が開催されることになり、およそ200人が集まったのです。校歌やふるさとの合唱が行われた後、エスミ小学校を代表してあきらちゃんが心を込めて感謝の気持ちを伝えます。150年続いたエスミ小学校と、もう今日でお別れです。ここにはエスミ小学校に通ったみんなの思い出がたくさん詰まっています。お日様の光でキラキラ輝く海が見えるエスミ小学校に通ったことは私の自慢です。そんなエスミ小学校とお別れするのはとっても寂しいです。でもここで頑張ることができたから、きっとすさみ小学校でも頑張ることができると思います。ありがとうエスミ小学校、さよならエスミ小学校。
150年という長きにわたり子どもたちを見守り続けた江住小学校。これからもみんなの心の中にふるさととして残り続けることでしょう。